妹。ん？あ、ちょ、もしかしてやばい？いや、なんかやばそうな顔してるなって思って。あー、やっぱり、吸血衝動来ちゃったか。どうしようかな。ああ、ちょっと我慢な。保健室見てくるから。ん？ダメだよ。学校なんだから。吸っていいわけないだろ、ここで。空いてるかな、この時間。ジタバタするなよ。目血走ってんぞ。本当に厄介な体質だよな。最悪、家まで我慢してもらうから。カバン今のうちにまとめておけよ。というか、最近になって吸血衝動の来るタイミング早くなってね。大人になってくると、やっぱそういう風になってくるの。あ、あはは、はいはい。早く行ってきますよ。いいか？俺以外の血は吸おうとするなよ。わかったな。ごめん。開いてなかった。な。おい。お前今自分の腕噛んでたろ。どんだけ血吸いたいんだよ。俺にはその感覚わかんないけどさ。例えて言うとどんな感じなん？一週間の断食の後にステーキに囲まれてる感じか。ま、なんとなく言いたいことは分かった。とにかくしんどいんだな。早く帰ろう。ん？ダメ。誰か入ってくるかもしれないし、血の跡とかついたら困るだろ。ちょっとだけ？ダメ。だからダメって言ってんじゃん。家まで10分くらいなんだし、それまで頑張れよ。よーし、着いた。ただいまー。おう、入っていいぞ。こらこら。こいつ血が失ってる。あ、わかった。わかったから。そんな勢いで吸おうとしたら俺死ぬだろう。たく。正気に戻った。ごめん。いいよ。にしても、本当に動物みたいになるよな。吸血鬼って厄介な生き物。あのさ、毎回吸わせてやってる俺の立場にもなってくれよ。もともと献血とか苦手なタイプだったのに、お前のために仕方なく頑張ってるんだから。心の準備くらいさせてくれっての。ああ？そうだな。あと2時間くらい後かな。ちょっと我慢する癖つけてこうぜ。しんどいかもだけど。このままじゃ。本当に人を襲いかねないからな。
お、やってんじゃん。俺さ、この番組好きなんだよね。いや、これもともとさ、深夜でやってたんだけど、最近、おいおい、どうした？血はまだダメ。まだ1時間くらいしか経ってないじゃん。ほら、トマトジュースならあるよ。これで食いつなげて。ダーメ。俺がまだ準備できてないの。今体内で血液作ってるから、ちょっと待って。あと、ソファー汚したくないし、吸うなら寝室な。本当に限界そうだな。普段は何の欲も見せないお前が、この時だけは必死そうな顔するだろう。だから彼氏としては、ちょっと長めに見たくなっちゃうよな。皮肉なもんでさ、お前の場合、吸血鬼として首に食らいついてる時が一番人間っぽい。よし。じゃあそろそろ行く？いや。かわいそうだし、俺の全部あげる。よいしょ。はいよ。ああ。ほら、いいよ。あんまし牙立てんなよ。痛いから。テンパんなって。なあ、この始まるまでの瞬間が、俺は一番緊張するんだから。あ、ちょっと待て。待てだよ。待て。なあ、ちょ、よだれ垂らさないでね。はあ、あ、よし。あ、いや。て、優しくしろって言ってんのに。30秒だけだからな。よし、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 そろそろおしまいだ。ああ、力抜ける。どうした？ん？お腹いっぱいになんなかったか？違う。じゃあなんでそんな悲しそうな顔してんの？え？ごめん。お前な。急に我に返って何言ってんだバカ。たく、めんどくさい奴だな。俺は自分の意志でお前に血をやってんだよ。自分が優位にいるなんて思うんじゃないぞ。これは餌だ。俺がお前に餌をやってんの。だから、ありがたくいっぱい吸っとけ。その代わり、俺からは離れるなよ。飼い主以外の血は吸うな。